ジュリアン・モートン・キャロルは、アメリカ合衆国の政治家、弁護士、民主党員として、アンダーソン軍、フランクリン軍、ウッド・フォード軍及び、ファイエット軍の一部を代表する、ケンタッキー州上院議員である。第54代ケンタッキー州知事、第46代ケンタッキー州副知事を歴任した。副知事の時、この当時のウェンデル・エフォード州知事が、連邦上院議員に就任するために、 州知事を辞職したことに伴い、キャロルが昇格した。州内再生部のジャクソン・バイ州知から初の州知事となり、副知事のセルマスト・ーバルは初の女性副知事となった。ケンタッキー大学を卒業した後、3年間をアメリカ空軍弁護士として過ごし、その後、マクラック県軍に戻って、テネシー川流域開発公社が定量金電力を軍に供給することを認める運動を指導して、 評価を得た。1962年に初めて、ケンタッキー州会員議員に選ばれ、その後5期を務める中で、1968年から1970年には、会議長となった。1970年に、バート・コームズ元州知事と共に非公式の候補として、副知事選挙に出馬した。コームズは、民主党予備選挙で、ウェンデル・エイチ・フォードに敗れたが、 キャロルは予備選挙で公認候補に選ばれ、本選挙でも当選した。1974年にフォードが連邦上院議員に選ばれたことで州知事に昇格し、1975年の州知事選挙にも勝利して4年人気の州知事となった。州知事として公共教育への予算を増加させ、1973年のエネルギー危機への対処法として、 石炭利用を促進した。収支豊富の大きな再編成を監督した。知事の職にあった間に、多くの自然災害や人災が発生した。1978年の大吹雪、ビバリーヒルズサパークラブの火事などであり、州内での安全確保と厳密な法の執行に進ませた。キャロルが知事を辞めたとき、キャロルと前任知事の報道が保険の見返り疑惑で、 捜査の雲の下にあったが、最終的にかなる容疑も告発されることはなかった。2004年には、ケンタッキー州上院議員に選出された。2008年と2012年にも再選され、2017年まで現職である。1931年4月16日に、ケンタッキー州マクラッケン郡ウェストパデューカで誕生した。父は、LBB、バスター、キャロル、母は、 エヴァであり、その11人の子供の3番目だった。父は、小坂実りだったが、1937年、オハイオ川洪水が起きた直後に、一家で、ケンタッキー州ヒースに移転し、そこで、トラクター部品を売り、1940年には、自動車修理工場を始めた。10代の初め頃に、年を取った祖父母と共に住んで祖父の、介護の助けをした。1949年に、 高校の上級生になる者が一週間の夏のキャンプに参加する公的行事であるケンタッキーボーイズステートにヒース高校を代表する者に選ばれた。このキャンプの参加者は実際にある州政府に基づいて1、100スケールのミニチュアのケンタッキー州政府を作った。キャロルはキャンプの会長に選出された。翌年ヒース高校の卒業生相談及び 学生会長として卒業した。1950年末近くにキャロルはシャーラン、ハーティングとのデートを始めた。1951年半ば、それぞれの進学で道が分かれた。ハーティングは家の財政状態が良く、ケンタッキー大学に進み、キャロルは近くにあるパデューカジュニアカレッジに入学した。その最初の1年が経った後、キャロルとハーティングは結婚することに決めた。 結婚式は1951年7月22日に行われ、この夫妻には、ケネス、パトリス、ブラドリー、エリンの4人の子供が生まれた。エリンが生まれたのは1975年6月27日であり、州知事として知事公社に住んでいる時であり、ケンタッキー州知事が在任中に生まれた初の子供となった。キャロルは1952年にパカジュニアカレッジで、 準学士号を取得した。その年夏、家族で歴シントンに移転し、キャロルはケンタッキー大学に入学した。ファイエット軍農業安定化保存局で働きながら学習を稼いだ。1954年、政治学で学士号を取得し、1956年には法学士号を取得した。キャロルは学生である間に、アメリカ空軍予備役士官訓練本部を通じて、 軍務訓練を受けた。卒業の時までに、大学生としては最高の階級である士官、候補生隊長に昇進していた。卒業後は空軍に入隊し、テキサス州フォートワースのカーズウェル空軍基地に、駐屯した。キャロルは空軍弁護士を3年間務めた後に、パデューカに戻って、リードセントリードウォルトン法律会社に入った。青年会議所の会員になり、 1962年には、オプティミストクラブのパデューカ支部長を務めるなど、公的な分野で活動した。カンバーランド長老派協会で、たびたび平身との講演者となり、1966年から1967年には、ケンタッキー協会会議の議長を務めた。1960年1月、地元事業家の集団がキャロルに接触し、テネシー側流域開発公社が電力を、 マクラッケン軍に供給することを認めさせる運動について相談した。TVA はかなりの低料金で電力を提供できたが、地域の電力供給者であるケンタッキーユーティリティとの契約を止めるにはまず、住民投票にかける必要があった。キャロルはこの運動を先導することに合意し、その9ヶ月後の住民投票では3対1という圧倒的多数で、 電力供給者の変更が承認された。TVA に関する運動は、マクラッケン軍住民の目にキャロルの存在を認めさせることとなり、1962年、初めて軍を代表して、ケンタッキー州会員議員に選ばれ、その後5期を務めた。1968年から1970年には、会員議長となった。100人の議員がいる会員では、 ロビー運動を行う者が自由に議場を動き回り、議員がその机に昼食を持ち込み、あるいは友人や家族を審議中の議場に連れてくるのが当たり前の世界だった。キャロルは議員の手順に高度の礼儀正しさを与えることを決断し、1968年の会期では一つの強力な小槌の一打ちで議事を始めさせた。小槌が粉砕され、議員をびっくりさせた。 それに続いてキャロルは審議中への議場へ、部外者が入ることを禁じ、議場内での飲食も禁じた。この会期中にキャロルは、さらに三つの小槌を壊した。その後多くの木材と、フォーマイカで作られた頑丈な小槌を与えられた。こうして、議場の手続きに、一定の秩序をもたらすことができた。この会期末に反対等の議員が、会員の礼儀は100%正された。私は、 現下院議長が不愉快な習慣を排除させたことで、称賛しなければならない。現在は、全議員が発言する権利がある、妨害や野人あるいは罵られることもなしにと、議場で宣言した。この議員の賛辞の後には、キャロルに向けた、スタンディングオベーションが続いた。キャロルは1968年に、アメリカ合衆国上院議員選挙への出馬を、検討したが、 予備選挙に出るだけでも10万ドル以上がかかることが分かり、2週間で撤退した。1971年、元州知事のバート・コームズが2期目を求めて出馬し、キャロルをその非公式副知事候補に選んだ。当時のケンタッキー州では、知事と副知事を別々の選挙で選んでいた。州東部生まれのコームズはキャロルを選ぶときに、州西西部のジャクソンバイ州知出身であるという、 地理的なバランスに配慮していた。コームズは資金面では準備できると言ったので、キャロルが出馬に合意した。副知事候補としては他に7人が出馬していたが、最も有力だったのは現職検事総長のジョン B ブレッキンリーチだった。知事予備選挙で、コームズはフォードに敗れたが、キャロルは勝利した。これには、コームズと組んでいたことで、州東部からの票を得たことが大きかった。 キャロルは共和党の対抗馬ジムホストを本選挙でも破った。副知事としてのキャロルは議員研究委員会の議長となり、また全国副知事会議でも議長を務めた。ウェンデル・エイチ・フォード、1974年にアメリカが州国上院議員に選ばれたことで、キャロルが州、その代わりにフォードが上院議員を目指して当選し、キャロルが州知事を引き継ぐことになった。 1975年、新たな一期の州知事を決める選挙でも民主党の公認を確保した。その予備選挙では、トッド・ホーレンバック、メアリー・ルイーズ・ファウスと、ロバート・マクリアリー・ジョンソンを含め4社の争いから抜け出した。本選挙では、州中部の石炭会社オーナーで共和党のロバート・ E ・ゲーブルと対戦した。この選挙戦の使用問題は、 ルイビル氏で人種統合バスを強制することだった。両候補者ともにこのバスには反対したが、ゲーブルは特に熱心に反対し、現職知事であるキャロルがそれについて何もしようとしないことを批判した。ゲーブルはキャロルとのテレビ討論会で彼の言う真実の金を使うことを主張した。ゲーブルはキャロルが真実を語っていないと思った時にその金を鳴らした。最後は、 討論会の司会がゲーブルにその金を外すよう命令し、有権者の目にはゲーブルに対する信頼が損なわれたように演じた。投票の結果、キャロルが47万159票を獲得し、27万7998票に終わったゲーブルに、ケンタッキー州知事選挙では新記録となる差をつけて当選した。20年前から民主党が制することのできなかった。 ジェファーソン軍を含め選挙区べてを制した。副知事候補だったセルマストーバルは、ケンタッキー州では、初めての女性副知事となった。キャロルは、ケンタッキー州議会に対して、最初は、下院議長、次に副知事として、上院議長を務めていたので、かなりの経験を積んでおり、議事運営については実行力を発揮できた。ある者は、ゴキブリがその背中に、 知事の OK のスタンプを押されていなければ、上院の議場を廃回ることもできなかったと冗談を言っていた。批判に対する反応は厳しいものであることが多く、その性的はジュリアン皇帝と呼んで皮にくることがあった。知事としての最後の年に、キャロルが公用で州を離れた時に副知事のストーバルが知事代行となり、特別会期を招集して、キャロルが反対していた。 減税案を成立させようとした。衆議会は減税案を通したが、これはキャロル知事が全会期を厳しく締め付けていたことへの報復の意味もあった。キャロルは1975年に住民投票で承認された州憲法改定案により、州の司法体系を劇的に再編成した。それまで州の最終審だったケンタッキー州交差裁判所を ケンタッキー州最高裁判所と解明し、新しくース裁判所を設立して最高裁と巡回裁判所及び地区裁判所との間に置いた、軍判事の位置づけは純粋に管理者となり、その地位は軍判事執行役と解明された。歴史家のローエル・イーチ・ハリソンは、この憲法修正でケンタッキー州の法体系を国のモデルにしたと言っていた。公立学校の改善が、 キャロルの人気を代表する成果となった。フォード政権で課した石炭に対する環境税から上がる増収分や経済の公共から上がる歳入増で得られた資金を使い、教師の給与を上げ、必須科目に対する授業料をなくした。州の最小基金プログラムを強化し、無料教科書を提供した。学校建設局が創設され、貧しい教育学区で新しい建物を建設する。 支援を行うことにした。その任期中に職業訓練校や特殊学校が拡張され、有能な生徒のためにプログラムが開発された。その結果、ケンタッキー州は全国的なベンチマークの大半で改善が進み、例えば教師の給与は全国第46位から同第38位に上がった。キャロル政権で高等教育はそれほど進まなかった。 キャロルは高等教育委員会の提案予算を40%カットした。ゴールデントライアングルと呼ばれる歴ントン、ルイビル、コビントンには政治的にかなり強力な勢力があるので、ケンタッキー大学、ルイビル大学、北ケンタッキー大学が州内地域大学に課されたものよりも厳しい予算カットを受けた。国内でも石炭生産量の多い州の知事として、 1973年エネルギー危機への対処法として石炭の利用を提唱した。連邦議会のいくつかの委員会に承認として呼ばれることもあり、ジミー・カーター大統領のエネルギー問題担当補佐官を務めた。州のレベルではエネルギー省を創設し、州内丹田地帯に資源再生道路を建設させた。キャロルのその他の業績としては、 芸術を支援させるための助成金制度の創設、州立公園体系の拡大があった。レッド川渓谷を水で満たすことになるダム、建設計画に反対した多くの者の,の一人だった。品質基準を満たせなかった車の購入者に対する救済措置を求めたレモン法の支持者だったが、1976年の衆議会で否決された。1978年には、 全国知事会議の議長を務めた。この会議の天然資源環境管理委員会を主催し、その技術委員会委員を務めた。また、アパラチア地域委員会の共同議長も務めた。ケンタッキー大学、モアヘッド州立大学、マレー州立大学、東ケンタッキー大学から、また、テネシー州、ハロゲートのリンカーン記念大学から、名誉学位を受けた。 1975年には、ケンタッキー大学同窓会の結出した卒業生伝道の指名を受けた。キャロルの任期には、自然災害と人災が発生した東ケンタッキーと州都フランクフォートでは洪水の被害を受けた。1977年と1978年には、以上寒波が州全体を覆い、1978年を吹雪が発生した。 レッチャー軍の2つの鉱山爆発で26人が死亡し、ビバリーヒルズサパークラブの火災では165人が死亡した。これら災害の多くから安全法の厳格な強制につながることになった。キャロルは住宅、ビル、建設省を創設し、州立消防保安官事務所の機能を強化した。フォード政権の時に起こり、キャロル政権まで引きずったとされる。 保険見返り疑惑に関する捜査により、キャロルに対する信頼が大きく揺らいだ。1980年に大陪審に召喚された時、キャロルはアメリカ合衆国憲法修正第5条の権利を行使した。結局いかなる告発に対しても無罪となったが、その部下である初代民主党衆議長のハワード・ピー、サニー・ハントは有罪とされた。この捜査により、 キャロルが1979年の次期知事に目していた通称委員テリー・マクブレイアーにもわざいした。マクブレイアーはその年の民主党予備選挙で5人の候補の第3位で終わった。キャロルは知事の任期を終えるとフランクフォートで法律実務を再開した。公認となった州知事ジョン・バイ・ブラウン・ジュニアが1983年にキャロルをドラッグと戦う。 ヒエリ団体の議長にした。1987年、サイド知事の職を求めたが、民主党予備選挙では副知事のスティーブ・ベッシャー、前知事のブラウン、グラディスタンボ、及び当選者であるウォレス・ウィルキンソンに敗れて5位に終わった。キャロルはサイド・フランクフォートでの法律実務に戻った。2001年、ケンタッキー州のパーチェイス・パークウェイが、ジュリアン・ M ・キャロル・パーチェイス・パークウェイと改名された。 2003年、キャロルは衆議会に働きかけ、州立競馬場でカジノスタイルの賭博を合法化するよう運動をした。2004年、キャロルは第7選挙区で当時州知事のアーニー・フレッチャーの兄、ハロルド・フレッチャーを大差で破り、州上院議員に当選した。この選挙区には、アンダーソン軍、ファイエット軍、フランクリン軍、ウッドフォード軍の全部あるいは一部が入っている。 2007年、フレッチャーの副知事、スティーブ・ペンスが、共和党州知事予備選挙で現職のフレッチャーの、再選ではなくアンノーサップを支持したことで、ペンスの辞任を要求し、新聞の見出しを飾った。ペンスは、フレッチャー政権の雇用法について捜査が入ったことを、フレッチャー不支持の理由に挙げて、辞任を拒否した。フレッチャーは、共和党予備選挙で勝利したが、本選挙では、 民主党のスティーブ・ベッシャーに敗れた。キャロルは2008年にも無投票で再選された。2011年の会期に先立ち、引退したエド・ホーリーに代わり、衆上院民主党院内総務になろうとしたが、R.J. パーマーに敗れた。キャロルはその仲間が院内総務にキャロルを選ばなかった理由として、デイビッド・ L ・ウィリアムズとのこじれた関係を挙げた。2012年11月6日、 州上院議員選挙で共和党のフランク・ヘインズを破って再選を果たした。ありがとうございます。